ということで、なんとか勝って終わりたかったんですけど、残念ながら負けてしまって、でも僕たちが1年間昇格を目指してやり続けた結果が出て、嬉しい気持ちもありますし、この悔しさは来年の J1 の舞台で晴らしたいですね。出てる選手も出てない選手も毎日練習場で切磋琢磨してきて、いろんな思いを抱えながらやってる選手がいる中で、こうやって昇格という結果が出て、本当にチームとしては本当に良かったなと思ってます。長谷川選手ご自身、今年移籍1年目、そしてキャプテンという職責も背負って1年間戦っていらっしゃいました。苦しい時期も非常に多かったかと思いますが、どんな1年だったでしょうか？そうですね、嬉しいことよりも苦しかったことの方がよく覚えていて、でも苦しい時期をみんなで本当によく乗り越えてきて、バラバラにならずにやれた結果が昇格っていう結果になったので、本当にそこに関しては嬉しいなと思います。そして今日ここホーム最終戦では大きな熱川でも声援もありました。初めて拝見するものだったかと思いますが、それについて聞かせていただけますか？やっぱりここからすごい大きな声援をいただいて、自然とモチベーションも上がりましたし、ワクワクした気持ちで臨めたし、最後に2点追いつけたのも皆さんの後押しがあったからだと思うし、まあ、ただそこで逆転できないのがまだ僕たちの力なので、そこをしっかり見つめ直して来週からまた頑張りたいなと思います。残り1点となりました。そうですね、優勝ももうなくなって、でも昇格は決まっててくれている、なかなか複雑な中ですけど、でもこの1年の集大成として、この1年みんなが取り組んできたことが熊本の地で躍動できるように1週間に準備したいなと思います。ありがとうございました。